僕熱意とパワー以上にしつこさです、もうだから、いや詰まるところ営業力だと思っていて、パッションとか関係ないです、これがなくて成功したやつは見たことないですよ、これない人今多いんですか、いやない人とかほとんどの人がないわけ、だからそう HIU とかでそのちっちゃい会社作ってやってるやつらいっぱいいるんだけど、ほとんどがこのしつこさがないもん、いいんですよね、しつこくやってる、ね、うざがられるんじゃねえかと、そう自分の商売嫌がられる、嫌われる、資金調達もほぼ営業なんでしつこさすごく大事です、資金調達って商品サービスを売った売り上げも資金調達もお金が入ってくるっていう意味で同じなんですよ、だからお金を借りられない、お金を投資してもらえないやつっていうのは商品も売れない可能性が高い、なるほど、だいたいベンチャー企業って最初にやろうとした事業はうまくいかないですよ、プラン B とかプラン C とかに行くんです、確かにね、俺もこんな仕事すると思わなかったですからね